帝国歌劇団橘マリア、ロシア革命の闘士、あるいはクワッサリーとでも呼んだ方がよろしいかな。貴様の正体、我がクロノス会が見破ったり、正義を守る帝都の戦士とは仮の姿、してその真実は冷酷無比な鬼畜よ。貴様の素性を仲間に知られたくなくば、今すぐ姿を見せよ。
国歌劇団参上。気合を入れるぜ、チェスト！
大神、いい度胸だ。少尉、見ての通りだ。少尉、どうして来たのですか。私なんかのために本当に臭い芝居もそこまでだ。続きはメイドでしてもらおう。くたばられても面白くない。少尉、どうした。帝劇の隊長、だらしがないな。ではとどめだ。勝利！この場所が、こないの時のために各隊員の制服の襟に発信機がつけてあるのよ。ちぃ、貴様らごときが何人来ようと知れたことよ。おーおー、生きがってくれるね。さーって、マリアをいたぶってくれた落とし前、たっぷりつけさせてもらうよ。隊長、この場は私たちに任せて。マリアの後部はまだ使えるよって、二人ともはよ合流しや。さあ早く。バカだよあんたたち。
いやー、先駆け風神明殺。私なんかのためにありがとうございました、隊長。申し訳ありません。私、今まで私のロケット。中を開けていませんよね。そうですか。ありがとうございます、隊長。何ですの？このラブラブチックな雰囲気。の恋人だよ。はあ、大神さんって結構浮気者なんですね。へえ、大神はんも罪におけんお人やな。弁解はいいです。大神少尉、あなたは私たち帝劇花組の隊長です。頑張ろうぜみんな。これでお兄ちゃんもメロメロよ。